クレーグモットラムは、オーストラリアの陸上競技選手、専門は、中長距離走2005年世界陸上競技選手権大会男子5000メートル銅メダリスト。1マイル競争から5000メートル、10キロメートルロードなど6種目の、オセアニア記録保持者であり、2004年から2008年まで5年、連続してオーストラリア選手権5000メートルを制した。オリンピックには、 シドニーから3大会連続出場している。また IAF ワールドカップ3000メートルを2度、制した。1980年6月18日、ビクトリア州フランクストンに生まれた。主に5000メートルを専門とする選手であり、名門校として、名高いジーロング、グラマースクールに通った。6.2フィートの体は、長距離走の選手としては長身である。 ケニア人選手からは、ビッグ・ミズング、スワヒリ語で意味するところの大きな白人という愛称で呼ばれることがある。プレミアリーグサンダーランド AFC のサポーターであり、2006年のグレートノースランにはサンダーランドのユニフォームを着て出場した。またオーストラリア代表として国際千葉駅伝に数度出場している。弟のネイルモットラムはバスケットボール選手であり、 その夫人ジェニス・クリーンはバスケットボールオーストラリア代表である。2000年9月、モットラムはシドニーオリンピック5000メートルに出場し、20歳にしてオリンピックの初舞台を踏んだ。予選2組8着となり決勝進出はならなかったが、組1位、アリ・サイディシエフと2秒差の13分31秒06と、まずまずの記録を残している。 シドニー後の4年の間に経験を積み成長を見せて、アテネオリンピック5000メートルでは13分25秒70の記録で8位に入る検討を見せた。2005年4月、例年ダブリンフェニックスパークで開催される10キロメートルロードの国際大会グレートアイルランドランに出場し、大会新記録を樹立して優勝した。 またこの大会では2003年から2006年まで4年連続優勝を飾っている。2005年8月14日、モットラムは世界陸上競技選手権大会5000メートルに出場した。レースは大きな仕掛けがないまま落ち着いたペースで進み、残り1周になって、シレシシヒネがスパート、モットラムがこれに続くラスト勝負になった。後ろから来たベンジャミン・リモに交わされ、 シひねにも届かなかったものの、13分32秒96を記録して0秒41差の3位に入り、銅メダルを獲得した。2006年3月9日、モットラムはメルボルンの競技会において2000メートルのオーストラリア記録を12年ぶりに更新した。3月20日のコモンウェルスゲームズ5000メートルでは12分58秒19を記録して、 オーガスティン・キプロのチョゲに次ぐ2位に入った。3月25日の1500メートルにも出場し3番手につけてレースを進めたが800メートル過ぎで直後にいたアンドリュー・バッテリーにかかとを踏まれて転倒20メートルの遅れを取り9位に終わった。2007年、モットラムはメルボルンで開催されたテルストラエシリーズから始動し、ラスト一周は53秒を記録するレースぶりで、 ケニアのボニフェイスソンゴクラを下している。6月10日にユージーンで開催されたブリフォンテーンクラシック2マイルでは、日アフリカ人選手最速であり、世界歴代3位となる8分03秒50を記録して優勝した。このレースでは、タリク・ベッケレ、マット・テゲン・カンプ、デーゼン・リツェンハインらを下している。2007年は、 好調な滑り出しを見せたシーズンだったが、世界陸上競技選手権大会に向けた練習中にハムストリングを故障した。このような状態であったが9月の世界陸上競技選手権大会5000メートルでは決勝に進出して13位の成績を残した。2008年はモットラムにとって浮き沈みの激しい1年になった。2月のメルボルングランプリ5000メートルに優勝し、 オーストラリア選手権の5000メートル3000メートルをも制した。3月にバレンシアで開催された世界室内陸上競技選手権大会3000メートルでは5位となった。ボストン室内グランプリの3000メートルでも優勝を飾り、ハイレ・ゲブレセラシェが持っていた大会記録を更新した。連覇がかかった6月のプリフォン庭園クラシック2マイルではバーナード・ラガトに敗れたが、 7月の DN ガラン3000メートルで優勝を飾った。モットラムは校長を維持したまま8月の北京オリンピックを迎えたが、ここでは全く期待外れの結果に終わっている。出場した5000メートル予選3組は極端なスローペースで進み、モットラムは残り600メートルからスパートしたものの、懸念にさびけれ、 バーナードラガトラに及ばない13分44秒39の5着となり決勝進出はならなかった。モットラムはキャシー・フリーマンのコーチとして知られたニック・ビドーの指導を受けていたが、北京オリンピック後の失意からビドーとの関係を解消し、コーチを置かずにセリフマネジメントを始めた。2009年、モットラムは怪我を抱えてレースに出場することができず、 世界陸上競技選手権大会にも出場できなかった。この年にはプロ転校以来の所属であったナイキを離れてアディダスと契約した。また、かつてスティーブ・モネゲッティを指導したクリス・ワードローをコーチに迎えた。11月になってようやく1年ぶりのレース復帰が叶い国際千葉駅伝に出場した。一区5キロメートルを13分23秒で走り、上野祐一郎。 カシワバラリュジラに先着して、区間賞を獲得した。2010年9月4日、シェフィールドで開催されたグレートヨークシャヤランに出場し、クリストンプソンを1秒差で下して優勝した。ありがとうございます。